世界的に評価を高めている日本の縄文時代、遠く離れたイギリスで縄文が注目を集める意外な理由とは、かつて日本の教育現場では縄文時代を原始的な時代と教えていました。人々は狩猟採集生活でその日暮らし、ホラー穴や簡易的な仮住まいに住み、獲物を追いかけながら定住しない暮らしをしていた、そのような後進的な時代と理解されていたのです。いわゆる四大文明の一つである甲賀文明が東アジアで最も先進的な地域であり、日本を含む周辺地域はその恩恵で文明化を果たせた、そのような学説が主流となっていて、学校教育もそれに準じていました。しかし今ではそれが間違いであることが分かっています。狩猟採集が食料を得るメインの手段でしたが、縄文人は定住生活していました。山内丸山遺跡のような大規模な集落を形成し、高度な技術で建築物を建てるなど、縄文時代の日本は世界的に見ても高度で先進的、かつ独自に文化を形成していたのです。世界的に認められている海外の考古学者や研究機関も、日本の縄文時代の優位性を認めています。特にイギリスでの日本の先史時代の評価はとても高くなっているのです。なぜ遠く離れたイギリスが日本の縄文時代に着目しているのでしょう。そこにはユーラシア大陸を隔ててもなお奇跡的な共通点が両国の先史時代にあるからです。ここからの動画では、日本の先史時代に魅せられた一人のイギリス人研究者が生涯をかけて縄文時代の凄さを追い続けた、その軌跡をご紹介します。今回は同じ島国という共通項を持つイギリスが日本の縄文時代を絶賛する理由について語ります。日本には西洋史だったりフランス史だったりと、ヨーロッパ全域もしくは一つの国について研究する学者や専門機関が存在します。逆にヨーロッパにもアジア地域の歴史を研究する東洋史というジャンルがありますし、中国史のように一つの国を専門とする研究ジャンルも存在します。その中にはもちろん日本の研究を専門とする日本史もあります。ヨーロッパにおいて日本の存在が認識されたのは、13世紀にベネチアの商人マルコ・ポーロがアジアを訪問して紀行録東方見聞録を発表、黄金の国ジパングと紹介されたことに端を発します。ただしマルコ・ポーロは実際に日本に来たことはなく、当時の元王朝に滞在中に集めた情報をもとにして日本について記録したに過ぎません。この東方見聞録は大げさに思える部分も多く、ドキュメンタリーというよりはフィクションとされ、中にはマルコ・ポーロを嘘つき呼ばわりする人々も少なくありませんでした。しかしその内容を信じ憧れを抱く人もいて、その一人がクリストファー・コロンブスです。彼は東方見聞録に記された黄金の国ジパングを求めて船出し、当時のアメリカ大陸へ到達しました。そうした意味で考えると、日本という国の存在が間接的に世界史を大きく動かしたと言えるでしょう。そして16世紀に入り、ポルトガル宣教師が日本を訪れ、現地の記録として日本の様子を本国に送ったことが、その後のヨーロッパにおける日本研究の基礎となったのです。19世紀に西洋諸国は東アジアを植民地化するため進出、日本にも多くの国々が接触するようになります。そうした状況の中でヨーロッパにおける日本研究も進み、江戸時代を通じ信仰の深かったオランダでは、14世紀に創設された格式の高いライデン大学に日本学科が設立されるほどでした。この大学には江戸時代に来日していたシーボルトも在籍していて、日本とは浅からぬ縁がありました。しかし現在のヨーロッパで最も日本研究が進んでいるのは、同じ島国であるイギリスです。イギリスが日本研究で先駆的役割を果たせるのは、セインズベリー日本芸術研究所の存在があるからです。セインズベリー日本芸術研究所では日本研究者の育成やネットワーク強化に取り組んでいて、あの世界的に有名な大英博物館で縄文土器や土偶の展示会を行うなど、縄文時代における工芸品の芸術性の高さなど、日本の先史時代の素晴らしさを紹介し、広く認知が図られるように尽力してくれています。控えめな性格の日本人は自国の歴史を誇ることは稀で、特に縄文時代については学校教育で後進的な時代だったと教えられていたこともあり、積極的に海外に向けアピールされることはありません。実はそんな思考へのブロックがかかっていない海外の人の方が、正しい日本の歴史を客観的に判断できるのです。
それが顕著に現れたのが北海道北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録です。1992年に発掘が始まった青森県の三内丸山遺跡を代表とする北海道東北地方にある縄文時代における複数の遺跡が世界的に認められた画期的な出来事でした。世界文化遺産へ登録するにあたっては、まずは日本国内で登録に向けて推薦を受けることが必要です。北海道北東北の縄文遺跡群は2002年から地元自治体が世界文化遺産への登録へ動き出したものの、日本政府により世界遺産を認定するユネスコに対し推薦書が提出されたのは2020年になってからでした。ここまで推薦が先延ばしにされた理由は、他に推薦するべき場所があると後回しにされたり、東北地方は海外の人に馴染みがないから知名度を高める工夫をするべきと検討されたりしたためでした。日本からの推薦を受けて、ユネスコはすぐに諮問機関であるイコモスを通して現地調査を行います。調査に関わった専門家たちは遺跡群を高く評価し、日本からの推薦書の内容の変更は一切必要ないとして、北海道北東北の縄文遺跡群の登録に向けてユネスコに勧告書を出しました。そして2020年に開催された第44回世界遺産委員会において、北海道北東北の縄文遺跡群の登録が決定。日本政府による推薦からまさにトントン拍子で登録決定まで進んだのです。世界では日本の縄文時代についての認知は進んでいて、その文化についても高く評価されていたのであり、日本政府が推薦に二の足を踏んだのはまさに取り越し苦労だったと言えるでしょう。海外における日本の縄文時代に対する評価は主に独特な造形美を誇る土器や土偶に集まっています。世界でも高い評価を受けていた日本の芸術家である岡本太郎も縄文時代の造形物に深い興味を持っていました。現在活躍するアーティストの中にも岡本太郎と同様に縄文時代の美術にインスパイアを受ける人もいて、縄文時代の文化や美術は1万年近くの時を超えてもなおその魅力を失わないものとして評価されているのです。また縄文時代の遺跡からは大規模な戦争の痕跡が発見されることがなく、縄文時代は1万年以上の期間にわたって戦争がなかった時代だと認識されています。これは世界的に見れば奇跡としか言えないことです。ユーラシア大陸における最古の文明であるメソポタミア、エジプトや中南米の文明などの世界においては国家間や部族間の戦争は不可避の出来事であり、縄文時代1万年よりははるかに短い数千年の間に血で血を洗うような壮絶な戦争を何度も繰り返したという歴史を刻んできたのです。まさに恒久平和を実現していたのが日本の縄文時代であり、世界から高い興味を持って見られています。1万年以上の長きにわたって続いた縄文時代では、その間に大きな気候変動に見舞われています。中には機械赤穂や噴火といった人類史上から見ても最大規模な自然災害の発生もありました。しかし縄文人たちはその都度その都度で適切な対応力を見せ、困難を乗り切り生き延びてきたのです。こうした自然と共生できる縄文人たちの適応力の高さも、気候変動への対応に苦慮している今の世界において高く評価されている点となっています。このように世界に向けて縄文時代を誇れる点は挙げるのに苦労しないほどいくつもあるのです。しかし当の日本人自身がそのことに気がついていません。地元が世界遺産への登録へ動き出してから政府がユネスコへ推薦を行うまで20年近くの時間を費やしました。そうした状況に対して国内で広く批判的な意見が出ることもありませんでした。ほとんどの日本人が縄文時代について関心を持っていないことの表れだと言えるでしょう。しかしそのような状況も変わっていくことが期待できます。それは現在北海道北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録を受けて、他の地域にある縄文時代の遺跡も世界文化遺産への登録を模索する動きが出ているからです。火炎式土器が出土している長野県の遺跡や翡翠の産地となっていた新潟県糸魚川流域の遺跡など、縄文時代の文化レベルの高さが再認識され、その素晴らしさを評価する動きが広がってきています。こうした地域が北海道北東北の縄文遺跡群に続いて世界文化遺産への登録を果たすことで、日本国内での縄文時代への関心が今後どんどん高まっていくことを期待したいところです。
それではここからはそんな縄文時代の優れた工芸品である土器、土偶について見ていきましょう。土で形を作った後に炎で焼き締めて、日用雑貨にしたものを総称して焼き物と呼びます。人類の焼き物の歴史は古く、チェコの遺跡からは素焼きのヴィーナス像が見つかっていて、紀元前2万9000年から2万5000年頃と推定され、現在のところこれが世界最古の焼き物です。また2012年には中国江西省の仙人洞から土器の破片が出土し、北京大学とアメリカの研究チームが分析したところ、約2万年前のものであることが判明したとのこと。このほかシベリアでも約1万4000年前の土器が発掘されていて、このように土で作られた焼き物はかなり古くから世界各地で生み出されていたことが分かっています。それは日本でも同様で、青森県の大平山本遺跡から発見された縄文土器は約1万6500年前のものとされ、世界的に見ても最古級の土器であることが分かっています。草創期や初期の縄文土器は比較的シンプルですが、中期へと時代が進むにつれて装飾が目立つようになります。土器の表面に施される縄目模様もどんどん複雑なものとなっていき、その芸術性を高めていきます。そんな縄文土器の中でも最も異彩を放つのが火炎型土器です。形状そのものを大胆にデフォルメしたその装飾は、世界でも類を見ないほど独創的なものとなっています。この火炎型土器を研究対象として深い興味を持っているのが、先ほど登場したセインズベリー日本芸術研究所で統括役所長を務めているサイモン・ケーナー教授です。ケーナー教授は日本の先史時代を専門とする考古学者でもあり、来日し京都大学で学んだ経験を持つ人物。日本について深い知識を持ち、日本の縄文文化を高く評価する人でもあります。ケーナー教授は縄文土器、特に火炎型土器について次のように語っています。英国の土器はシンプルな形をしたものが多いですが、縄文土器には火炎型土器のように洗練されたものがあり、私はその素晴らしさに魅せられました。ケーナー教授の縄文土器に対するあふれるような情熱がこの言葉からもわかりますが、そんな思いが一つの形となった出来事があります。それが2012年に大英博物館で開催された縄文土器の展示会でした。博物館の一角を借りた小規模な展示会にもかかわらず、期間中を通して11万人もの人が来場し、大英博物館における日本関連の展示で最多の人数を集め、大盛況のうちに幕を閉じたとのことです。この展示会の実現に尽力したのがセインズベリー日本芸術研究所であり、ケーナー教授の活躍の賜物だったのです。縄文時代の特色のある焼き物は土器の他に、斬新なスタイルが魅力な土偶もあります。土偶の中には、どうやったらこんなアイディアが思いつくのかと考えてしまうほど、現代アーティストでも思いもつかないような奇抜な形をしているものが多くあります。青森県の亀ヶ丘遺跡から発掘された遮光器土偶に至っては、 UFO から降り立った宇宙人だという現実離れな分析もあながち嘘とは思えないほどです。先ほど日本の縄文時代の遺物が現代のアートシーンに少なからず影響を与えていると紹介しましたが、それを証明する出来事が2015年のロンドンで起きています。日本の古美術収集家が所蔵していた縄文時代の土偶をサザビーズロンドンのオークションに出品したところ、なんと約100万ポンド、当時のレートで日本円にして約2億円という破格の高額で落札されました。世界の美術マーケットで縄文時代の土偶はそれだけの価値を認められているということです。セインズベリー日本芸術研究所のケーナー教授も土偶を高く評価している人物の一人であり、2012年の縄文土器の展示に先立つ2009年、同じく大英博物館においてザ・パワー・オブ・土偶と題した土偶の展示会を行っています。この展示会では日本の国宝や重要文化財となっている土偶が展示され、多くの人の関心を集めました。ケーナー教授はこうした展示会だけでなく、積極的にシンポジウムなどで講演を行って、日本の縄文時代の人類史的な意義を国際的に発表し続けている人物です。さらにケーナー教授は日本に関心を持つ学生や研究者の育成にも積極的に取り組んでいます。セインズベリー日本芸術研究所はイギリス国内にとどまらず、欧州各国における日本研究の拠点となっていて、研究所では日本の先史時代の研究だけでなく、日本の伝統的な美術のほか、
現代の漫画やアニメについても学ぶことができる場所となっています。これらはすべてケーナー教授の尽力によるもので、日本人として頭が下がるばかりです。ケーナー教授は間違いなく一般的な日本人より日本に詳しいでしょうし、世界史の中で日本がどのような存在なのか、そんな冷静な視点で日本の歴史を見ることができる人物です。そのような人が縄文土器をはじめとする日本の縄文時代について高く評価してくれているのは、日本人としてはとても嬉しいことですし、頼もしい味方を得たようで、とても心強く感じられます。今や日本の戦死時代を専門にする考古学者として揺るぎない名声を得ているケーナー教授、その活動領域はイギリス国内のみだけでなく、世界各国を飛び回り多忙な日々を過ごし、自身の研究対象である日本にも可能な限り機会を作って訪れています。彼はまだ世界文化遺産へ登録される以前の三内丸山遺跡を訪れ、とても貴重な価値を持っている遺跡であることを専門家の立場からと国際的な見識を持つ視点で視察し、世界文化遺産への登録に向け助言を行いました。2021年に北海道、北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産へ登録できたのは、もちろん地元の努力が大きかったことは確かにせよ、長年にわたり日本の縄文時代が優れていることをヨーロッパを中心として紹介し続けてくれたケーナー教授の活動があったことも大きいでしょう。世界文化遺産に登録される戦死時代の遺跡は多くはなく、日本においては初となる快挙でした。日本の縄文遺跡群が世界文化遺産に認定された理由の一つに自然との共生が挙げられますが、ケーナー教授がこれらの遺跡は人類の歴史にとって重要なものと語るように、今を生きる私たちにとって自然と完璧に共生していた縄文人の生き様は、持続可能な世界を作り上げていく上でとても参考になるものと言えるでしょう。エジプトやメソポタミアなど日本以外の世界の国々にある文明の発祥の地と呼ばれる地域は、大河のほとりで文明が芽生え、水をコントロールするための灌漑設備を作り、小麦栽培を中心とした農耕を行い、同時に牧畜も行っていたという特徴を持っています。人類はもともと狩猟採集で獲物を追いかけながら移動して暮らす誘導生活をする生き物でした。ある段階から農耕を行うようになり、一つの場所に定住する暮らしを送るようになります。これは一定量の食料を手に入れるためにはとても有効な手段でした。しかしこれは特定の定まった地域を人類の一方的な価値観でコントロールしようとするもので、自然は消費され続けることで生産力を失い、徹底的に破壊されていくことを意味しました。その証拠に古代の文明が発生した地域の大半は今では農耕には向かない乾燥地域と化しています。その一方で日本の縄文時代は、そうした海外の古代文明が発祥した地域とは異なる社会が作られていました。縄文時代では世界の文明発祥の地域と同様に誘導生活をやめて定住生活をしています。けれども縄文人たちの主要な食料調達手段はそれ以前の時代と同じく狩猟採集でした。これは日本の自然環境がとても豊かであったため、暮らしていくのに十分な食料が確保できたからです。とはいえ、農耕が全く行われていなかったわけではありません。三内丸山遺跡では当時の縄文人が食べていた栗が出土していて、 DNA 鑑定を行ったところ、その栗は人間の手によって栽培されていたことが分かったのです。栗の他にも土地の実やくるみなど食用に適した種実類も栽培されていましたし、ごぼうや豆類など現代の私たちも食べているような作物も栽培されていたことが分かっています。しかし遺跡周辺には大規模に自然へ手を加えた痕跡は見つかっていないので、縄文人たちは自然を破壊しない形で狩猟採集以外の食料調達手段を作り上げていたのです。日本は現在でも国土の大半が森林地域となっていて、先進国の中では驚異的な自然の保有率を誇っています。これは日本が長く自然と共生する歴史を歩んできた結果で、その基礎は縄文時代に作られていたのです。また世界の古代文明発祥の地では身分制度が厳格に決められることがほとんどであり、特定の身分や職業として生まれた人たちはその職に専念することが普通でした。大きく複雑化したシステムの中では一人一人の人間が一つ一つの歯車として動くことが求められ、人々は分業を行うことで社会システムを維持させていたのです。この点においても日本の縄文時代は他の地域とは一線を画して
独自のライフスタイルを作り上げていました。縄文の社会では専業や分業は行われていなくて、縄文人は一人の人間がさまざまな仕事をこなしていたのです。ある時には農家であり、ある時には漁師、そしてまたある時には土器職人といった具合に、状況に応じてマルチに仕事を担っていたと考えられています。日本では農業従事者をお百姓さんと呼ぶことがありますが、これはかつては農家の人たちが農業だけでなく、山に入って林業を行ったり、わらじを編む職人作業を行ったりと、さまざまに仕事をこなしていた頃の名残です。自然を人間に合わせてコントロールしようとした文明社会では、人々が分業することが必須でしたが、自然に寄り添い自然を主役とした縄文人は、自然のリズムに合わせ多彩な仕事を担うことが可能でした。しかしそれは裏を返せば、自然について熟知するエキスパートでなければ生き残ることが難しいということ。現代でもそうですが、日本列島は自然災害が頻発する地域です。自然の声に耳を傾け、その在り方に抗わないことが大切との教訓が生きている国です。そうした生き方を続けた縄文の社会には、やがて自然を畏怖して崇拝する考えが生まれ、独特なアニミズムや多神教を生み出し、それがやがて神道へと発展していきます。しかしそれは決して日本だけのものでなく、遠く離れた古代イギリスでも似たような宗教が生まれていました。それがケルト人によるドルイド教、そしてその宗教施設とされる環状列石です。ここまでサイモン・ケーナー教授が縄文土器など日本の先史時代について深い興味を持っていることを紹介してきました。ケーナー教授は土器と同じくらいに興味を持ち、研究対象としている縄文時代の文化があります。それが環状列石、英語ではストーンサークルと呼ばれる遺跡です。環状列石とはその名の通り、大きな石を環状に並べたものとなっています。日本で最も有名な環状列石は秋田県にある大湯環状列石で、これは世界文化遺産に認定された。北海道、北東北の縄文遺跡群を構成する遺跡の一つで、国指定の特別史跡でもあります。野中道環状列石と万座環状列石の2つから構成され、約130メートルの距離を置いて東西に配置されています。万座環状列石は日本最大の環状列石となっていて、直径が約46メートルで48基の石で構成されています。石は外側と内側の二重の同心円で配列されていて、日時計のように石が組まれた箇所もあります。環状の中心部とこの日時計状の石組みを結んだ線は、夏至の日に太陽が沈む方向と一致するとのことです。このような環状列石の遺跡は日本にある他の縄文時代の遺跡でも見つかっていて、縄文時代の社会システムの中で何らかの重要な役割を果たしていたと考えられています。しかし実際に何の目的で作られたのかははっきりと分かっていないのが現状で、先ほど話したように夏至の日没の方向を示すことから天文観測の施設だったとする説があります。亡くなった人を埋葬するための亀棺が環状列石周囲で見つかっている遺跡もあることから、墓地もしくは何らかの宗教施設とする説もありますが、どれも決め手には欠ける状況です。このような環状に配置された石の遺跡ですが、イギリスにも似たような遺跡があります。ご存知の方も多いと思いますが、それが世界文化遺産に認定されているストーンヘンジです。高さ4メートルから5メートルの巨石30基が環状に配置されていて、その直径は約100メートルと巨大な遺跡となっています。ストーンヘンジにはヒールストーンと呼ばれる高さ6メートルの巨石が建てられているのですが、円の中心となる祭壇施設とヒールストーンを結ぶと、夏至の日に太陽が昇る方向と一致します。このストーンヘンジも建設の目的ははっきりと分かっていませんが、大湯環状列石と同様に天文観測施設であったり墓地や宗教施設だったりと様々な説が唱えられています。ケーナー教授はユーラシア大陸を挟んだ西と東となるイギリスと日本で同じような遺跡があることがとても不思議なことであり、何かしらのつながりがある可能性を探り研究を進めているとのことです。一つの有力な説として、ストーンヘンジは古代のイギリスに住んでいたケルト人の宗教であるドルイド教の宗教施設であるとするものがあります。ドルイドとはケルトの言葉で司祭を意味するものですが、知識を持ち揉め事を調整するなど、どちらかといえば長老のような役割を持った人物とされています。ケルト人も縄文人と同じく文字を持たなかった民族で、
ドルイド教に関して詳しいことは分かっておらず、ローマ帝国など外部からの差別的な視点での記録が残るのみで、正確な姿は不明となっています。ケルト人も縄文人同様に自然と共生する民族で、ドルイド教も自然を崇拝する宗教だったと考えられていて、ヤドリギや四つ葉のクローバーなど特色のある植物を崇拝し、神木の概念も持っていました。私たち日本人も神道において榊をお供えするなど、植物に神聖さを見出す民族です。もしかするとどこかでつながりがあるかもしれない、そんな想像がかきたてられます。今回はイギリスのサイモン・ケーナー教授が専門とする縄文時代について、その認知を広める活動を行っていることを紹介しました。そしてそうした草の根の活動が、北海道北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産へ登録される助けになってくれていたとするなら、日本にとってはとてもありがたい人物です。ケーナー教授が日本の先史時代に深い興味を持つように、私たち日本人もそうした時代に対して興味を持ち、正しい知識を身につけられるよう学ぶ努力を続けていけるといいですね。今回はイギリス人が称賛する縄文時代の文化について語りました。動画が良かったと思った方はグッドボタン、次の動画が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。